里見光太郎は日本の俳優、歌手。旧芸名は、最初期は、鏡小五郎と藤川和夫、その後、里見光太郎となり、1970年より、現名。本名は、佐野国都市。所属は自ら社長を務める芸能事務所、株式会社、里見プロモーション。芸歴が半世紀を超える時代劇俳優。 身長173センチメートル。東京市渋谷区道玄坂出身で、静岡県富士宮市育ち。父、亀一は19歳で志願して、この衛兵となり、帝国陸軍の工事町憲兵隊に転属した後、秋葉原のパン屋で働いていた静岡県松野村出身の寄付志越と結婚。里見が生後8ヶ月の時に、 呂皇橋事件により品中ン憲兵隊に臨時増加配属を命じられ、その年の9月に中国大陸三世省の詳細村にて平型関の戦いで戦没しており、静岡県富士宮市にある母、越の実家を頼った母子家庭で兄、陽と共に育った。その父の死に様は当時の新聞や軍内部の報告書で英雄として祭り上げられた。 当初は滑腹自決と報じられたが、後に同じ部隊にいた憲兵仲間から負傷しながらも軍刀を抜き反撃しようとしたところを手榴弾を受けて亡くなったと報告があった。父の恩給だけでは生活が苦しかったため母が縫い物の内職をして家計を支えてくれた。という。戦後、恩給が打ち切られてからは彼の母は 古着の行商などで二人の息子を養っていた。なお、父方の佐野家は山梨県南部町遺伝にあり、初代の佐野三筋は戦国時代に武田信虎に仕えた武将。代々武田家の家臣として仕え、祖父、勝三郎の代には農業、林業の他に塩の販売なども手掛け、村で十二を争う財産家だった。中学時代はテニス部所属。 高校時代は音楽部に所属していた。高校卒業間近に NHK のドジマンに出場する機会があり、伊藤久夫の代表曲、山の煙を熱唱し合格した。後年、里見はコンサート MC 等で、この合格が芸能生活への原点であると語っている。静岡県立富士宮北高等学校、卒業後状況。 築地の魚市場で仲卸を営んでいた叔父の会社に就職し、働きながら歌手を目指した。レコードデビューが内定していたが、知り合いの女性がいたずらで里見を東映ニューフェイスに応募。1956年、第3期東映ニューフェイスに合格し、東映入社。同期には、大川稽子、桜町博子、大村文武らがいる。 時代劇が好きだったことと京都の居住条件が良かったことから自ら希望して東映京都撮影所専属となる。翌年天狗街道で俳優デビュー。3本目の天狗街道で大当たりした東映の映画里見八犬伝が演技がいいとプロデューサーから里見光太郎という芸名をつけてもらう。1958年4本目の禁止指紋行くところ初主演。 その主題歌、禁止指紋道中歌で歌手デビュー。映画では時代劇を中心に出演し、主演は子供向け作品が多かった。初期は、美空ひばりや中村金之助主演映画での助演や、13人の主角では片岡智恵蔵を補佐する役を演じた。時代劇以外では、高倉健主演の人気映画、強レ格列伝、千葉慎一主演のオールスターキャスト作品、 日本暗殺記録や村田秀夫、北島サブローラ主演の歌謡映画などにも出演している。1965年2月26日に京都地裁から拳銃密輸と所持により懲役8ヶ月の判決を受けている。当時の岡田茂東英京都所長が同撮影所の改革として時代劇映画をテレビに映し、映画は人気映画を中心とするラインナップに変更する。 時代劇に固執する者は一人もいらないんだなどと強硬に改革を進めたため、里見は時代劇映画を守ろうと中村金之助や東千代之助らと1965年5月9日、東映の俳優組合を結成した。しかし組合活動はうまくいかず、任教路線は自分には似合わないと活動の場をテレビ時代劇に移す。この時は岡田と反目に回ったが、私は 岡田茂さんに育てていただいたと述べている。里見は映画の頃とは打って変わって4番手、ないし5番手の役が多くなり、1970年には芸名を里見光太郎から里見光太郎に改名。時代劇のみならず、刑事ドラマやアクションドラマにも出演した。1971年5月にナショナル劇場、水戸第部で杉太郎に代わり、 二代目、佐々木助三郎に就任。1982年7月8日の東野栄二郎の降板を受け自身も降板を考えたが、みみの強い希望で残留する。1987年11月26日の第17部収録終了をもって降板。足掛け16年半、457回にわたる活躍だった。1974年、 大江戸捜査網にて久々に主演を務め、以降、長七郎殿下御免、長七郎江戸日記、松平右近事件長など幾多のテレビ時代劇作品で主演を務め、時代劇俳優の地位を不動のものとする。主演作品では主題歌も数多く担当している。1985年から93年にかけて年末に放送されていた日本テレビ系列の 年末時代劇スペシャルでは最多の6度主演している。時代劇の盾がどんどん激しくなっていくのとは対照的にかつての市川歌右衛門的な立ち回りを復権させようと舞い踊るような美しい盾を見せており、市川の華麗な部分と片岡智恵蔵的な重厚な芝居と合わせ持つ東映時代劇の申し子と評されている。二千二年十月十四日より、 放送開始したナショナル劇場、水戸公門第31部に、病気交板した、石坂浩二に代わる5代目、水戸三国役として14年ぶりに復帰。また、ゲスト出演での共演を含め、シリーズ歴代の佐々木助三郎、厚見角野心役全員との共演を果たしている。2011年12月19日の第43部、 最終回スペシャルをもって42年にわたるシリーズの一時終了が決定した際の記者会見ではズバッと後ろから切られた感じ。残念というよりも痛い。と語っている。大江戸総さも以降テレビ時代劇では長年にわたり完全懲悪作品の主演をもっぱらとしてきたが、1993年の炎を立つへの出演を皮切りに、 NHK 大河ドラマにも出演するようになった。舞台活動では1977年8月から名古屋五円座で座長公演をはじめ、主に東京では明治座、大阪では梅田小間劇場などで年に1回から3回行っている。主演が多くなった1980年代以降は主婦のアイドルとして歌手でもコンサートディナーショーを積極的に行っている。 現代劇でも新しい役柄に奮し、23年ぶりに映画出演した初の松竹作品、おようでは洋画家藤島武次を演じた。なおテレビドラマでは刑事部長、警察署長などの役柄が多く、京都で一日署長を務めたこともある。主演シリーズの終了後から俳優としてのスタンスも徐々に存在感のある脇役へとシフトし、2012年の ドラマ、リーガルハイの服部役では、当時の小学生世代にまで知名度を広げる。2013年2月17日に放送された、スペシャルドラマ、必殺仕事人2013では、芸歴55年余りにして、初めて悪役,役を演じた。起用にあたって、もちろん、これまでも着られる役を演じたことはあるのですが、仇役として着られるのは、初めてなので、本当に楽しみにしています。 まだまだ立ち回りは動けますし、どんな長い縦でもできる自信はまだありますから、長々発し、切られたいと思いますと、その心境を語っている。1966年3月に、最初の結婚。翌年10月には、長男、ケ介スケが誕生したが、テレビの仕事が順調に進む中、多忙による、すれ違いが原因で1974年に離婚。 1976年10月に、元レスリング選手、風間栄一の娘で、パンアメリカン航空に勤務していた、現在の妻と再婚した。私生活では多趣味多芸で、多忙を極めつつも、絵画を描き、ゴルフも得意であるが、2006年夏にプレー中に、左耳に小さな昆虫が入り、その虫が耳奥で死に腐敗した影響で鼓膜が破れる事故が起き、 2007年2月に、鼓膜再生手術を受けている。アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴに別荘を持っており、ミ戸コ門モンなどの撮影や、舞台公演が終わると、オフタイムでは渡米市長期滞在することが多い。自他共に認める子で、妻と共に食事した際に出された梅酒を一杯飲んだ、だけで悪酔いし、気分が悪くなるほどで全く受け付けない。そういった事情から、 自宅で役者仲間やスタッフらを招待しての宴会などでは歌や接待に勤め進行役に専念しているという。ナショナル劇場、水戸公門で三代目、水戸光国役を演じた佐野浅夫とは親戚の関係にある。戦術した1965年の拳銃所持事件の背景には当時警察当局は大手暴力団の壊滅作戦を進めており、 とりわけ三代目山口組、田岡和夫の周辺は多くの逮捕者が出た。これもその一環で芸能界に深いつながりのある山口組との関係に対する制裁の面が強かった。若き日の里見にも多くの映画スターと並んだ田岡和夫との写真がある。容疑は1963年4月にハワイ旅行で山城慎吾と共に SW22 公慶コルトを購入。 日本に持ち込んでいた。山城の方は同年末に拳銃所持が発覚し検挙されて1964年の春には罰金刑を受けていたが、後に山城が持ち込んだ拳銃は山口組警防力団組員へ売却され、山城自身が所持していた拳銃は里美が持ち込んだものを譲り受けたものと判明し、二人揃って起訴された。なお山城は、 懲役10ヶ月の判決を受けた。2017年2月、60代男性が運転する軽トラックに、里見が運転する乗用車が接触する事故が発生したが、双方に怪我はなかった。以下の会場を中心に、火曜賞を行っている。ありがとうございます。